プロデューサーとしての吉田さんからあのいろんな注文がこれまであったと思いますが、はい、中でもこれはとかこう印象深かったものとかなんかあればないな、まあ、みんな知りたいと思うんですよね。基本的には、はい、あんまり無理を言う方ではないんですが、ただ本当に納品直前に、はい、ドラゴンが違うからちょっと変えてくれって言われたのはもう締め切りえあれ数日後みたいな話の時にな何を言ってるんだっていうギリギリにですか。そうですね。でなんとか今回色替えで対応するっていうことで調整したんですけど、色を変えさせられたということですか。そうですね。テクシャパって変えると変わるもんじゃなくて、はい、いろいろ例えば今回のムービーとかドラゴンの色を、まあ、最初はなんか白かったんですよね、はあはあ、で白を基調に入るようにちょっと調整してたんですけど、はい、最後の最後でこれ違うんだよって言われてもってもらった資料は1年前からこれだよみたいな。あ、なるほど。吉田さん、はええ色違ったんですか。いや違いました。ですね、深い、ね、マリワナ解雇よりも深い理由があるんですけど、その当時1年前にドラゴンって1個しかなかったんですよ、モデルが。ああなるほど。そのなんか Q14 の時にそのイシュガルドを実装するためになんか設定側だけがあって、とりあえずこれかっていう話からスタートして、なるほどね。そしたらそれをまあお渡しして、はい、でまあ作っていったらですね、我々こうやっぱりこうストーリーをどんどん作って、その間も並行して僕らその 3.0 のストーリー、七大天竜とかこう作っていくと、はいはい、そのうちの1個と被っちゃってて、ああなるほどなるほど、ここの時点で出てきちゃあかんやつだったってことですね。でですね、なんとですね、ティザートレーラー皆さん何度もご覧いただいたと思うんですけど、ファンフェスのスタートであの時白いんですよね、はい。お公開してから、あれこれまずくないって話になって、ほうほうほう、ティザーだからねっていう。あ、なるほど、うん、あれじゃあ今公開されてるのも差し替えますよ、全部本編出たんでティザー、はい、ティザーとかもうなくなりますね。あ、なるほどね、なるほど。ちょっと残ってる方見比べていただけるとですね突然僕が本当に申し訳ないと本当に申し訳ない、この白いドラゴンまずかった。でもファンフェスで公開されてからですね。はい、しかもすごい数出てるじゃないですか途中。はい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 、すいません全部何でもしますうわお疲れ様です。いえいえ、あれはね史上最大にねひどいと思いました、自分でも。でもどうにもならないんだもんって言って生駒さん見ての通りすごい温和なんですよ、はい、ええ、その時だけは止まってましたからねえって色が違うってみたいな、まあ色っていうかドラゴンも違うんですけど、ね、そもそもねってことは、ね、本当にすいません、本当にすいません、凄まじい裏話でしたが、はい、はい。